こんにちは、土の子です。さあ今回はね、スプラ S プラスの道の、パート0ということでいろいろとリアルの方の機器を充実させました。まあもう前にね動画に出せてるプロコンはいつも使ってるプロコンですが、こっちグイーと言ってね、でここにスイッチあるんですけど、有線接続に変えました。これね、バッファローの USB の変換 LAN ケーブルを購入して、こうね、ここの横の USB 挿すとこから USB 挿して、しっかりと有線接続になってます。オールグリーン。さらに僕ね、パソコン関係で好きなブランドで、レーザーっていうブランドがあるんですけど、このピコピコ光るやつ、キーボードも、マウスパッド、すげえでっかいマウスパッドねと、マウスもレーザーなんですけど、ヘッドセットもレーザーにしました。今までね、Wii U は、Wii U のゲームパッドにイヤホン挿してやってたんですけど、スプラスはプロコにイヤホンの挿し口がなかったんで、どうしたもんかと思ったんですけど、ずっと勘違いしてて、パソコンにね、繋げたら、ゲームの音楽が録画できないんじゃないかななんて思ってたんですけど、ヘッドセットしたままで、パソコンから音楽が聞こえなくても、しっかりね、ゲーム音が入ってました。ここも無駄にいい感じに光ってくれます。僕一人なんでね、何にもこれ、ここが光ったところでっていうとこなんだけど。そしてこれいいのがね、マイクが収納できる。ピョ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 ン。スカイプとかでチームプレイするときとかはこう出してね、マイクも使用できると。で使わないときはカチャッとやってね、しまえる。非常にね、いいヘッドセットになります。僕ちなみにこれマイクね、パソコンについてるんで、多分、よく考えたらヘッドセットじゃなくて、普通のヘッドホンでよかったかもしれない。ここにマイクついてる必要ない。ここに実況用のマイクがあるからね。このヘッドセットについて詳しくはね、下の概要欄にリンク貼っとくんで、よかったら値段とかもね、そっちで見てみてください。さあということで、これをつけてスプラの方やっていきたいと思います。まずは誰にも教わらず、僕のねガチマッチの実力をみんなに見てもらおうかな。それじゃあゲーム画面行こう。さあ今回もね、フェス開催されますね。さあ僕どっちにしようかな、迷っちゃう。今回は映画やドラマ見るならどっち、アクションとコメディ。対決するのは新年からスカッといこうぜ。テンションマックスアクションと、ね、と年の初めの大笑い、幸福度マックスコメディ。このテーマで思い出したんですけど、あのドラマ見てくれました？あの人気のコメディドラマの年末スペシャルだろ、笑った笑った。涙を誘うシーンもあってよかった。ドラマ最近全然見てねえな。私がおすすめしたやつ見たか？3時間ノンストップのアクション映画ですよね。見ました。3時間あっという間でした。3時間ってクソ長えな。なんと来週公開されんだよ。いいだ、一緒見に行こうぜ。姫先輩、来週はフェスですよ。大丈夫だよ。ちょうどフェスが終わった後に始まっからな。チェック済みだっつーの。ちょっと待ってください。10時間、続編10時間ノンストップだからなんて。尻痛くなるわ。フェス終われば姫先輩とあのドラマの年始スペシャル見ようと思ったのに、同じ日かよ。映画館は逃げませんから、その日は私の家でドラマ見ましょう。公開初日に見るのがいいんじゃん。あの主人公のその後気になるだろう。ラストが主人公一人に対して1万人の大群、すごい気になります。いや映像的にめちゃくちゃじゃねえそれ。こうなったらフェスの結果で決めちゃおうぜ。フェス用の、でもフェスの開催日じゃないの見るの。フェスの結果って。てなわけでみんな投票よろしく。まあ色的にアクションかな。よっしゃー、ロックだ俺は。アクションにするぜ。黄色インクかな。おーし、僕はアクションにしました。さあ今回から S プラスの道、始めていきたいかなと思います。まずはね、ちょっと一つの武器を極めていきたいかなということで、ステージによってね、得意武器とかあると思うんだけど、いけそうなステージ、いけそうな武器をね、考えつつみんなに決めてもらおうかなと思います。で、ずっと使ってきたのが、スプラの1ではね、ローラーとカーボンローラーを使ってたので、まあローラー系。そしてあとはね、やっぱりエイム力、基礎エイム力が大事な、スプラシューター系。若葉シューターとか、まあ、シューター系。わ、かわいい。ちょっと待って、セクシーなイカちゃんが出ちゃった。あとはそうだな、ちょっとね、チャージャーはもう別枠になっちゃうんで、
今回ねスプラ2でもチャージャーって結構難しいブレイなんで、チャージャーでエスプラスっていうのは相当ね、上級者じゃないとできないと思うんで、そこはちょっと省いて、あとはブラスター系、ブラスターだったらラビットブラスターとかノバブラスターとか、あとはねスプラ2でよく使っていた必戦、まあバケツ系だよね、この4択でね、みんなに決めてもらおうかなと思います。僕この動画、出した後ね、僕のコミュニティの方でアンケート取るので、その、一番多かった武器でね、S プラス挑戦していきたいかなと思います。じゃあまずはね、その4種類の、まあ僕が一番使えそうだなと思ってる武器を、ちょっと使いながらガチマッチ行ってみましょう。今回はね、ガチホコバトルですけど、武器が決まってから、ギアの方も完成させていきたいな。まずは一番よく使ってた必戦からいこうか。ギアが全然ね、僕開けてないので、必戦だったら何がいいかな。怪物壊し、必戦の怪物壊しなんかいいかもしれないね。これでいこうか。まずは必戦を見てもらいましょう。一試合ずつね、ちょっとガチで本気でやっていきたいと思います。で今ね、ヘッドセットつけてるんですけど、むちゃくちゃいいね。音がめっちゃいい。まあ、基本的に、これは食い棒投げつつ、バシャバシャと、相手のインクを塗っていくみたいな感じだよね。でガチホコなんで、ホコの後ろ側に回ってとかだよね多分ね。いまいち、おっと僕もみんなで行くぞ。あ、これ割れそう。よし、まあちょっと道を作っていきましょうか。みんなあそこ、よし、ナイスやべえ、もたついてる、もたついとる。ちょ、みんなどこ行ってんのこれどうやって避けたらいいんだろう。結構当たるんだけど、あ、でも25まで行ってる。やべえ、うまい。あ、ちょっと待って、上にいた、上にね、よく周りを塗ること、周り塗り大事。敵はどっから来てる。上から。おっと危ない。よし、危ない。くそ足取られ、足取られちったよ。25はでかいけど、ちょっと気を抜かずに行きましょう。登ってくるでしょ。ほら登ってきた。やっぱり見えてた、見えてた。これめっちゃ音よく聞こえる。音はよく聞こえるけど、よし行くか。僕持つか、持つか。あ、くそもう最強の男だぜ。どっから来てる。めちゃめちゃ、あ、雨か、雨降らしの音か。すげえ音なんだけど。あ、いる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 。よし、あー、もう目をくらましたかと思ったのに。圧はちょっと向こうの方が強いぞ今。おいやー、おいやー、ちょうど登ってきてた。あー、やばい、後ろいる。逃げろ逃げろ逃げろ。ちょっと石塗り返すと、塗り返すとこ。塗り範囲広いから、必戦は自分たちの陣地塗るの大事、とっても。あそこいるね。はい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 。あ、くそ、あ、マジかマルチミサイル避けたつもりだったんだけどダメだったこのね、めっちゃいい音で聞こえてんのをうまく活用していきたいね。おっしゃよし、いっちゃうか。変なとこで、変なとこでやられちった。ちょっと下がるべきだった今の。いまいちね、ガチホコを奪った時の
奪った後の行動が全くうまくできてない。まずあんまり持ったことがない、今までに。いつもサポートばっかり。あ、びちゃびちゃだった。あ、あそこいる。ほらおー、もう9までいってるやん。あ、危ない、後ろ。おっしゃーよっしゃ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 、来た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 。これカモンでしょ、これ。今いけるんじゃないのか。あー、やられた。くっそそりゃやられるわもうちょっと周りに気を配るよかった。今の見ました、僕食い棒投げてあれを起動し、あ、いる。よっしゃー、最強の男をやっつけたぜ。よし、おらおら、来た来た来た、楽しい。おらやりました。結構いい感じに勝てましたね。あの、かなりね、いろんなミスは多かったけど。よしよし、やったぜ。14キルできました。まあキル数じゃないもんね。おっしゃー。さあ今のが必戦です。僕の必戦がこんな感じ。ただ必戦はね、エイム能力いらずっていうこれで勝ち上がってってもなんかいまいち盛り上がりに欠ける感じだけど。さあ次はシューター行こうかちょっとギア何つけていいか分かんないんで、イカ速のスプラシューター。さあ行こう。次は箱服倉庫ですね。お、ナイスナイス押すか。さあ、うわー、やっちゃったやっちゃいけないことやっちゃった全落ち、全落ちしちゃった。おい、やばいやばいやばい、ちょ待って待って待って、これまずいぞ。まずまずまず、裏回んなきゃ。くそ、マジかエイムブレ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 ひどすぎ、丸太え、今のダメだった、下向けてたんだけどな。やべやべやべ、これ危ねえぞ。これでもこっちも多分ね、もうバレバレなんだよな、きっと。あ、よし、危ねえ。よし、よっしゃー、いいぞいいぞいいぞ、動け動け。動いたら相手も翻弄されるはず。あー、くそーくそーすげえこれ。でもね、みんなにこう表現できないのが悲しいけど、あのどっから音が聞こえてくるかマジわかるすげえ後ろから聞こえてんのがマジで分かった。あぶねえ、ちょっと待って。よし、あー、マジかちょっとバシャバシャにやられすぎてるね。あ、もうなんで落ちちゃうの、そこで。よし、うわよし、頑張れ頑張れ。16、ここは飛ぶべき、まあ、飛んで、うわー、くそ頑張れ、いけー。あー、止まっちゃったか。
もう何もた、ここいるやろここいるやろ、あーくそーマジかチェックショー、あーマジか、くそー肩切ってくれ、あー全落ち全落ちしちゃったよ、またあーマジかこれ、危ない危ない、死ぬ死ぬ、あぶねー、むしろ逆から回って、あーもうやばい、ちょっと待ち、マジちょっと綺麗にして、よしいいぞ、よしいいぞ、ある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 、いけ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 、いやちょっとこれちょっと待って、いける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 、乗れ、よっしゃよっしゃまさかのリード熱い、いやいいね、あんなにボロボロだったのに勝ったわ、よっしゃ、一番キル少なかったけど、いや全員こっち B マイナスじゃん、よしブラスターはこんな感じかな、インク効率アップに対物攻撃、ラピブラ使います、ラピブラも敵でいるとすごい脅威なんだけどね、僕は全然実は使ったことありません、よしくぜ、よし、これもエイム力がすごい問われる武器だよね、マジ、う、当たんねえ、何発か当てなきゃダメっていうのは相当きついな、あやばいこれもうこんな使いづらいとは、これでみんなあんなパシパシやってんの、うわむずい、え終わってた、どっちが こっちが勝った、まさかお終わってたあの味方が強くて終わってたっていうね、やばい、キル数見ないで、キル数見ないでいやこりゃひでえぞ、さあそしてローラーですね、ローラーはやっぱイカ速、イカ忍者、ステジャン、まあこんなもんでしょうブルゾンたけし、励ました、おめでとう、やめろブルゾンたけしと一緒だ、励ましておめでとうとも、よし、さてロボットボム投げる、あ、いる、上来て、登ってる、よし倒してるロボットボムで倒したか、あーくそー後ろいた、こっち残ってるかなとは思ったんだけどやっちまった、あ後ろいる、おーナイス、え嘘
嘘やられてるがな早っ、全くそっちの方見てなかった。まさかの。もう一回やるか。なんか立ち回りで全然違ってるっていうのあったら教えてほしいですね。おわっと危ない。ああマジか、やばいやばいやばい、これまたこれまたまたぐんぐん来られるパターンじゃないの。今のあの近さでやられやれないってひどいよね。ちょ、振りの短さをよく見なきゃ。そして今どこにいる、どこにある。あー、こっち近く側にあるのか。ちょっとここを守る感じで。あ、マジかマジか、届かねえ。潜伏でパシッと確定距離にをちゃんと掴まないとダメだね。やべえ今雨降らし投げれなかったんだよ雨降らし投げれなかった。よし、ああ全落ちしちゃった。いけ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 、よし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 、まさかのカウントリードもう完全に味方に任せてるだけなんだけど、僕まさか最後勝てるとは。シェルター系ね、スパイガジェットメイン大仏で5時で変わってる。あ、櫓に変わっちった。ヤグラだったら何がいいんだったっけ。ブラスターとかがいいのか、みんな乗るから。よし頑張るぞ。もうできない、うまくできない。
もうひどい。よく見ないとダメだな。あれ何？イカゴ？これエイム力ないとマジで。よし、いい感じ、いい感じ進めた。今もう無言になっちゃった。ちょっと危ないね。飛ばない方がいい。危ねえ、自分から行っちゃった。よし、あーボム見えてたけどダメだった。ちょっと塗っとこう、こっちなんか危ないから。これ塗られてると結構後から危なかったりするよね。まあスペシャル使わしたんで。わやべやべやべ、塗られまくってる。なぜ？どうしてこうなってた？あー塗られ嘘ボコボコじゃよ。あー入っちまった。いやーなかなか難しいですね。ちなみにスパイガジェット今回初めて使いました。いやー難しかった。あの70の方は結構うまかったけど。割れた。はい、ということでね、今回一応僕が使えそうな武器を、5種類ぐらい選んでみましたけど、どうだったでしょうか。どれをメイン武器にしたらいいと思いますか。もちろんね、こればっかり使うんじゃなくて、これからね教えてもらってスプラ2を上手くなろうとした時に何の武器がいいですかという、質問みたいな形です。どうかねコミュニティの方のアンケートからね、投票してもらえたらと思います。ヘッドセットを使って音もすごくよく聞こえるようになりましたが、今の僕にはあんまり関係ないですね。あんまり変わってないような気がする。でもこれからどんどんねサウンドプレイも、上達してできたらなと思います。ということでよかったらまた次回も見てください。それじゃあ土の子でした。